子ども食堂を支援するため、県が実施していたクラウドファンディングで680万円余りが集まりました。9月からの3ヶ月間、ふるさと納税サイトを活用して寄付を募り、県内外から199人、また一つの法人が出しました。集まった寄付金は、県内120カ所の子ども食堂に来年2月上旬をめどに配られる予定です。昨年度は590万円余りが集まり、県内80カ所の子ども食堂に平均およそ8万円が配られました。